石井俊也。井上尚弥選手とのスパーリングも経験、スポンジのように全てを吸収している二十歳です。石井俊也。南でジン。仕切り直しの2021年かっこよく復活します。とんでもないところを目指しています。そう話したのが南出仁です。今石井選手がちらっと井上選手の顔を見ましたね。右足前サウスポーの構えが黒いトランクス、青いグローブの南出です。青いグローブが南出、背中が二十歳です。赤いグローブ石井。石井が右のストレートにつなげました。どうでしょう、踏み込み含めて左の2つ。今お互いがお互いのストレートが当たる距離で戦ってるんで、はい、右のストレート捉えました。あの右が伸びてましたね、立ち上がりから距離もバッチリですね。首を振っているボディーできた。ちょっと止まりましたね、今一瞬。さあここラッシュをかけます。南で距離を取る、しかし追っていく南です。ストレート入れたら石井のホームラン。1ラウンドに続いて2度目のダウンを取った。聞いてますか、さあかなり足に来ています南出仁です。うわ、石井も顔出します。この人も気が強い。ガード下げます。来た、面白い軌道でした。もう一つ右止めた。レフリー止めました。レフリーストップです。今石井選手が放送席の井上選手に向かってやりましたっていうポーズがありました。さあこれレフリーストップを勝ち取りました。石井俊也の勝利です。ダメージが結構溜まってましたね。ありましたね、はい、